こんにちは。今日はエルメスの腕時計のベルトの修復です。色がにじんできています。色はエトゥープ、もちろんありますよ。残り少ないんですけどちゃんとありますよ。クレンジングは済んでるんですけど、一応撮影上もう一度拭いたふりをして塗っていきます。色が合っているのかどうかまだ確認していないんですけど、ほら合ってました。時短ですね。時短メイクってありますよね。時短メイクって何を短縮するのでしょう。私はマスクで化粧の時間をなくして時短しています。エトゥープを一から作ろうとしたら、おそらく黒白茶イエロー、ブルーかな。で、出来上がった色と塗った時の色が全く違う色の代表格です。見た目と塗った色が全く違うので、のせながらドライヤーで乾かして確認しながら微調整の色を入れていって作ることになります。ご覧いただきありがとうございました。それではまた次の動画も見ていただけると嬉しいです。では。